ラタニティに入った、ののはフラタニティに入りましたっていうのが2巻の内容だったわけですけど、誰にでもフラタニティには入れるのか、っていうのが僕の興味のあるマスイーン的に興味のあるところなんですけど、マスイーンにもトップの能力はあるんでしょうかね。ないでしょう、多分ないと思います。ない、ぶっちゃけ四角いですからね。どうもマシン兵器です。はい、野々役の福井ゆかりです。せーの、ダイバスター TV スタート。いやー、僕すごい目悪いんですよ。目悪いんですか。メガネかけて、1.2 とかなんですよ。で、視力とかすごい問題じゃないですか、パイロットとかって。ああ、そうですね。でも、あ、そっか、うん。宇宙パイロット、ののは宇宙パイロットになるのだーみたいなやつじゃないですか。はい。なんかムカついてる。もしかして。もしかして怒ってる。怒ってないです。福井さんいくつぐらいなんですか、視力って。私は個人的な福井ゆかりでいいんですよね。多分大丈夫だと思います。福井ゆかりはいいんですよ、これがまた。2.0 です。2.0。2.0。それすごいね。目が良くて得したこととかあります？そうですね。いつも一番後ろの席でもいいって。黒板の字が見える。目が悪いと女の子可愛いとか言うじゃないですか。あ、目が悪い方が可愛いんですか。そうそう、なんかこう焦点が合ってない、はい、ぼんやりした感じがなんか可愛くね、あの子みたいな。あの子なんかちょっと可愛くねみたいな。あ、それダメだよね。福ちゃんいいんだよね。私目がいいから全然ダメですね。あ、いや、そんなことないですよ。そのアホ毛はキュートよ。そう、フラタニティになるためのこう試験みたいなのはないんですか。別に試験、筆記試験とか。試験はですね、もうとにかくバスターマシンに乗って、バスターマシンと喋れることみたいな。ああ、会話ができる。会話、超能力だね。ですね、トップレスという能力を、どれだけ持てるかっていうことになるんですよ。うん、そうなんだよね。うん、あります。ありますって言われてもね、分かんないからさ、正直自分のことが。こうあれ。そんな突っ込みにくいこと俺は言ってるか、もしかして。いや、ほら、人ってこうそういうもんじゃん。こう自分のことが一番深いですね。それはそうだよ、伊達に32じゃない。一番苦労したことって何ですか。えみたいな。俺の苦労話はいいんじゃねえか。トップってやっぱり作り手側のやっぱり自分のね、一番多感な時の懐かし感っていうのをやっぱりなんだな、ビジュアルとして押し込めてるっていうのかな、定着させてるっていうところが一つにやっぱりカラーになってると思うんですけど、でその懐かし感っていう、そこのキーワードは同じなんだけども、ズレがあるっていうか、その部分ってあるのかなと。僕はやっぱ開き直れないところがあって、その科学万能みたいなことにですね、どう言ったらいいですかね、こうそこをやっぱひねくれて科学万能だと言い切らないと、そこを素直に信じられないみたいなところがあるんですよね。多分安納さんとかは、いや、素である、ある種信じてたみたいなところがあるんだと思うんですけど、僕、まあ、当時はね、子供の時はね。ですね、僕なんかはやっぱりそのオイルショックもあったしっていうことで、多分ちょっと一回ひねって、いや、それでも科学は万能だよって言わないと、そう言い切れないところがあって、多分万博が、大阪万博が、はいはいはい、多分大きいんだと思うんですけど、僕はねギリギリ間に合わないんですよね、大阪万博のすごい騒ぎにと言ってませんし、その例えばすごい行きたかったっていうのも間に合ってないんですよ僕は。
なので多分あれを経験してる人としてない人で多分差があるなとは感じますね。万博以前万博後っていうのがこう線引きされてるところが、いやでもやっぱりその小学校の頃見てたニュースのなんかこうイメージはもうそんなことばっかりですよ、うん、公害だったり要するに歪みが出てきて、うん、なんかこう海みたいなのがちょっと出始めてるような出始めててっていう感じはありましたねやっぱりね。なるほどね。だからといってそれでそのもうすぐにエコロジーエコロジーみたいな風にいくわけじゃないんだけども、うん、根がちょっとひねくれてるんでそう言われれば言われるほどいややっぱそこは科学でなんとかしないとと思う方なんだけれどじゃあ何かそうエコエコって言った言えばそちらの方に触れたかもしれないっていう感じなんかそんなとこあるかもしれないですね。今回のやつね何つったらいいのかな70年代から70年代のさ、はい、時のなんかスポコンっぽい感覚を感じたんですよ。スポコンっていうと変かもしれないけど元々のトップって、まあ、ユリ路線っていうと変だけど、はい、まあ、エースを狙いとかお姉様路線ってあるじゃないですか、はいはいはい、お姉様っていうのが一つのキーワードになったでしょ、はい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 、お姉様と努力と根性っていうのが多分トップのこれがあればある種トップとして成立するんじゃないかみたいなのもあると思うんですけど、このお姉様と努力と根性っていう言葉が一作目の少女漫画的な、はい、あの感覚とはちょっと違う感覚で言葉は同じなんだけども、うん、スポコンものよりスポコンものっていうと変だけどさあのなんだろう番長ものって言ってたんですけど俺は見て番長ものだよなこれっていうだから逆にあえてそういったところを一作目のトップと違う形のものとしてアピール出すために鶴巻くんの中での一つの懐かしいところのアイテムとしてそういうのが出てきたのかなっていう感覚はちょっとあったんですよね。そのノノとほらあれ あの女の子の関係論にしてもお姉様と妹っていう関係論じゃなくて押しかけてって要するに師匠みたいな感じじゃない弟子っていうかでやっぱりねバスターマシンとかなんかが動いてるの見てこれやっぱり番長ものだよね学ラン番長狙ってデザインも発注してるのかなと思ったんですけどそれはやっぱりデザイン的にはそういうオファーをしたんです。そうですね。学ランでっていう、うん、いやもちろんその作ってる間にどんどんそうなっていったんだけど僕がね高倉健だったんですよね最初のイメージは。高倉健っすか。高倉健というとあれだけどねなんかヤクザ路線。いやヤクザ路線でもなかった。高倉健というかね高倉健とあのねナウシカの、ミトとかユパ様とかああいうイメージがロボットに欲しいっていう話をしてそのユパ様ですか今回ですね高知に当たる人物が実際出てこないんですよ、うん、どうしても僕はまあ振りくりを見てると分かるんだけどその大人にそこまで求めていないっていうところがあってあそうなんだ、うん、いやまあ僕はっていうことないけど少なくとも、まあ、今回トップ2の世界では大人にそこまでそれ大人不信感がある大人不信感か自分がもう大人になっててこんな状態でしょと思うとこんな状態のやつが人に教えれるってそれはそれは無理だとか思うところもあるしなんかもうちょっとやっぱりあと本当にあと3年4年ぐらい早く生まれてたらまだなんかあったかもしれないけどでも僕の世代だとちょっと大人に そこまで期待できないっていうなんとなく不信感みたいなパってなんのかもしれないけど僕はどうしてもあんまりそういうすっごいしっかりした大人を出すというのが苦手なんですよね。今回のトップ2はどちらかというと大人のドラマはあまりない、そこをバスターマシン託してるってことですね。ああ高知県人ですか。高知県人ですでも喋んないんでしょ。喋んないんですね。なんでだから宝が剣なわけですね。ああそのちょっと待てよ不器用ですから。それはでもさ剣さん本当にさ無口ではあるけど喋、らないわけじゃないんだから、まあ、そうなんですけど喋らずにだけどその行動としてっていうかね少なくとも今までの自分 その行動がやっぱりそのもう語ってるだろうっていうような感じをちょっとバスターマシンに要求したっていうバスターマシンがある種そのやっぱり先生なんですね、うん、彼らのっていうところがあってそこをちょっと今後描いていきたいなと思ってるんですけどね。この間新宿で飲んでたんですよ
はい、朝方まで飲んでたんですけど、その時にあの隣のカップルが、はい、あの多分大学の先輩と後輩みたいな、男と女みたいな感じなんですよ。ほうほう。で、その彼女が先輩とは別に付き合ってないんだけど、はいはいはい、飲みが終わったぐらいのタイミングでなんかね、いい雰囲気になってんだよね。あまりに面白かったんで、あとつけたんですね、二人。つけちゃったんですか。こいつはどこ行くんだろうみたいな。朝だぜっていう。そしたらまあフラフラっとこう二人がこうね、あの夜のネオン街をこう歩いていてですね。で、俺は一体どこに行くんだろう。二人を追ってどこへ。って思ってたら、こう目の片隅にですね、キラーンキラーン、夜の新宿来えみたいな。鉄砲ですか。何キラーンって何。正確に言うとね、あの清流刀。これ使えないよね。これまずいよね多分。で、あのまあ2人を追うのはそこでやめ、クロウじゃねえよな、よく考えたら。面白かった話だよね。違うよね。本当に好きだったトップをやるって話になりましたよね、うん、これってどういう経緯だったんです、トップ2をやるっていう、まだ振りくりの作業が終わってなかったんですよね、うん、それで、まあ、当然その振りくりもすぐ終わるっていう時期で、他に候補とかいたの、それとも、鶴巻くんもう狙い一本釣りみたいな感じがガイナ的にはどうだったのかな、 それともトップ2って言って、絶対俺やりますっていうふうに手を挙げたとか、いろいろとパターンがあるじゃないですか。まあ企画があって、そのあのやれそうなんだ、トップ2やれそうなんだけども、その監督やるっていう話で僕に来たんですよね。多分僕がいやトップ2できないって言ったら、多分他の誰かがトップ2やったんじゃないかなと思うんですけどね。いや、その時はどういうふうに答えたんですか。いや、僕二つ返事でやりますやりますやるんですよ、もう本当に。その時は例えばのガイナックスの方から、まあ、山賀か、山賀の方から、もうね、武田さん、結構山賀さんもいたし、安野さんもいたし、佐藤本さんもいたような、割とそういうなんかこう周り囲まれてたような状態でしたけど、なんかそれ説得モードってやつじゃない。いや、説得夫人が僕がやんないって言ったら、まあ、説得に入ったのかもしれない、かもしれないですね。でもその時にはある程度ひな形ってできてたんですか。全くなし、トップ2をやるってだけ。そうですね、全くひな形できてないですね、はい、トップ2をやるってだけですね。要するにひな形からお前やれっていうことに近かったんですか。そうでしたね。それ何年前ぐらいです。振りくりの後っていうと、振りくりのもうだから振りくりの最後のとこだから3年半ぐらい前じゃないですかね。で、スタッフワークとかあるじゃないですか、まあ、監督はスタッフワークが結構重要なところでもあると思うんですけど、それは結構自由にできたんですか。まあ、キャラクターデザイン貞本さんっていうのはもう、うん、多分それが前提だった、それは決まってた、決まってたと思いますね。あの分かんない、僕がごねたって言ったら他の人でって言ったらなんかなったかもしれないけど、僕も貞本さんでもう良かったと思ってるので、うん、ってとこですね。あとはね、それ以外のとこで言うと、割とあのその後こうなんとなくってことはないんだけど、その企画ができていく段階でずるずるっと決まっていったっていう感じで。気負いってありました。気負いか、いや最初はねまるでないんですよね、うん、だからさっき見たけど2つ返事でやりますやりますとかって受けちゃって、でその時はもうそのあのあんまり気負わずに本当にできるだろうなと思ってやってたんですけど、やっぱいざだんだんとそのやっぱりこう固まってくるし、うん、企画が固まってきて、一方でその周りからそのトップ2やるんだって、トップ2やるんだってとか言われたりすると、だんだんとですね、そのこうやっぱりプレッシャーがかかってくるし、その、うん、やっぱりそのそれぞれやっぱり熱い思いを語られるわけですよね。トップはこうじゃなきゃいかんとかね。こうじゃないといかんよみたいなことを言われるとですね、いやめんどくさいなとか思うようになってきましたね、やっぱりね。あのほら、一応あの君があの監修みたいな感じじゃないですか、はい。役割としてはどうなんですか。あのやっぱり大元、例えば安野の方で作るとかっていう、どういう形なんですか、監修っていうのは。まあそのまあ、正直言って安野さんの監修っていうのは、まあ、名前だけであって、うん、実際は任せてもらっているわけなんですけど、
最初の段階でちょっと お題ってわけじゃないんだけど、なんかこうしたらみたいなこと言われたんですよね。その一つアイディアだけ、それがまあその主人公をロボットにしたらっていうアイディアだったんですけど、ノノをね。そんでまあその時は別にそういうこの配置も決まってなかったから、全く単にその全く白紙の状態で主人公をロボットにしたらどうみたいな話をされて、ふむふむ、それは面白いかもなと思って、それでから企画が進んでったっていうところありますね。じゃあその後の例えば打ち合わせとか、そういうのにはあのクマ出てないような、出てないですね。じゃあ最初の企画の時に一番アイデアポン、そうですね、はい。でもやっぱり意識とかします？そのいやしますよ、もちろんしますね。多分すごいするだろうなと思ったので、例えばもっと純粋っぽい続編の作り方もあるわけですよ、まあ、あるでしょうけどね。もっと帝国宇宙軍が出てきたりとか、例えばその、まあ、後日談にするっていう続編の作り方もあれば、もうその脇でちょっと違う舞台で別のドラマがあったんですよって話です。いろんなアプローチはあると思うんですよ、うん、なんだけど、うん、そうやるとなんかねすごい僕でも外伝じゃない、それってあの、うん、続編じゃなくて外伝的になるんですよね。こうちょっとこう影響を受けすぎちゃうなと思ったんですよね。前のトップから影響を受けすぎて作っちゃうなと思ったんですよね。なんでそこをちょっとこうわざとかわすためにも、自分の中でちょっと一旦こう何ですかね、こう前のトップの影響みたいなのをこうせき止めるためにも、わざとちょっとこう相当ずれてる設定みたいな、違うような感じ、うん、一見すると違うじゃんって言われる、うん、ようなところからスタートした方がいいなというのを考えましたね。じゃあ逆に言うとトップじゃないっていう批判はもう織り込み済みっていう感じですね。織り込み済みでしたね、もちろんね、うん、福井さんのこう苦労話は何が一番苦労しますか？私の苦労話ですか？私はそんな、そうですね、すごい私実はカニが好きなんですよ。あ、はい、あの海にいるカニですね。カニね、クラブね、はい、英語で言うとこのクラブがすごい好きで、はいはい、それでやっぱカニって言ったら生きてるカニを、生きてるカニがいいじゃないですか、生きがいいみたいな、生きがいい、新鮮でと思って、うん、一人で生きてるカニを買いに行ったんですよ。え？生きてるカニ、はは、それって売ってんの？いや、売って、意外と売ってるもので、はい、すごい気がいいのを手に入れたんですけど、うんうん、イケスで売ってるやつはね、そうですね、はい、もういざこうなんか、そうそう、イケスのやつなんですけど、うん、こう調理しようと思った時に、うん、生きたままをこう沸騰したお湯に、それはまずくねえか、それは普通にまずくねえか。いや、美味しいんですよ。それ暴れがないの？若干暴れて、そんなでもないんだ。若干本当なら暴れ、ちょっと暴れるんですけど、うんうん、そのカニをこう入れるなんてことができなかったんですよ。怖い、かわいそう、かわいそうじゃないですか。あ、優しいね。いや、でも結局は入れたんですけど。まあ食欲にはね勝てないよね。そうでもなんか食べるときはちょっとなんかさっきまで生きてた。食うなよじゃあ。一応一話見せてもらって、はい、なんでしょうね、さっきの鶴巻監督の世界観みたいなところで。うん、前にガイナックスの方で、はい、確かトップの前だったですよね、企画で銀河空港でしたっけ、はい、ありましたよね、はい、なんかあれにすごくやっぱり近い感じがしたんですよ、街並みっていうか、世界観のそういう宇宙港の雰囲気っていうのが、うんうん、その辺っていうのはなんか意識されたりとかしました？まあ、銀河空港はその僕ガイナに入る前の企画で、うん、だから王立宇宙軍の後トップを狙いの間に企画が立ち上がってて、パイロットフィルムまで行ったんですよね。で、僕パイロットフィルムは一度だけ見たことあるんですけど、科学とどう言って魔法とは言わないんだけど、科学とファンタジーがちょっとなんかこうないまぜになってるような感じ。その今なんかファンタジーっていうとち
ちょっとドラクエっぽいとかいうイメージがあるんで、ちょっとなんかイメージ的にはちょっと違うんだと思うんですけど、そのオーバーテクノロジーがイコールファンタジーみたいな感じに見えてるっていうような世界観で、宇宙船とかもその何の力で飛び上がってるのか分かんないような感じの宇宙船が出てくるような話だったお話だったんですよね。僕はパイロット見てないし、あのほらイメージボードだけどっかに出てて、それ見てて、あ、なんかすごい60年代 SF っていうか非常におおらかな、はいはいはい、なんかこうやっぱり夢を託せるみたいな、まあ、あのさっきの科学で夢を託せるじゃないんですけど、はいはい、なんかあの時代に書かれた SF の匂いがなんかビジュアルからプンプンプンときたんですよ。それがなんか近いものがあるのかなっていう。そのですね、あの難しいんだけど、どう言ったんですかね、その科学万能っていうと、じゃあ全てを都市にしていけばいいのかよみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、もう何ですかね、こう全てが白い真っ白いビルが立ち並んでいてとか、なんかそういうことではないんですよね、僕の中での科学万能っていうのはね。多分もっとね、あのなんか自然が残ってるんですよ。あのもう自然の中に科学がこうもう一体になっちゃってるみたいなのが僕の中での、リンクしちゃってるっていうか、もう融合とは言わないけども、そうですね、科学も自然に取り込まれたみたいな感じ、みたいな感じが多分そのよりユートピアとしてのやっぱ科学が進化した世界みたいな感じがあるんで、湖があって、その向こう側にすごい宇宙港が見えてるみたいなビジュアルは確かね、その銀河空港にもイメージボードでもあったと思うし、パイロットフィルムにも使われてたと思うんですよね。で僕の中にはその、三瀬龍さんの、三瀬さんの黄昏に帰るに出てきた、俺ミステリー好きなんでね分かるんだよ、宇宙港のイメージがあって、で今回もうそれでもう絶対それでいくと思ってたんだけど、結果的にはちょっとうまくいってないでもさ、ミステリーのあの小説からなんていうの、すごくイメージを喚起させられるじゃないですか、はいはい、でも具体的な描写ってないんですよね。引っかかりのある、抽象的なんだけど引っかかりのある描写があって、そこでこうなんで妄想させてくれるというかな、空想させてくれるところがあって、なので多分まあ僕が持ってる妄想となんか多分泉さんが持ってる妄想多分全然違ってたりするのかもしれないけど、自然は自然でやっぱり強大なんですよ、強いんですよね。だから科学がどれほど進歩しようと、そう簡単にそのなんていうんですかね、科学にこう乗っ取られたりすることはないんですね、なんかなんと僕の中ではね。で三瀬さんの作品もやっぱそういう感じはあって、三瀬さんの作品はむしろその科学が自然に、ま、破れていくような話が多いじゃないですか、うん、その未知の星に行って、そこでその未知の星のなんか自然現象に結局破れ去っていくみたいな科学文明みたいなのが多いんだけど、なんかやっぱりそういうイメージは、うん、好きですね。でも三瀬さんってさ、どちらかというとドライで冷たい感触もあるじゃないですか、あの一方で、はいはいはい、すごく肌触り的に、はいはい、そっちじゃなくて、そういうミステリーじゃなくて、うん、っていうことなの、あくまでその僕の中ではそのビジュアル のイメージを三瀬さんからちょっとやってきたかったなっていうのは、どちらかというとトップ2のある種のなんていうのかな、そのビジュアルにしても何にしても、はい、そういうところのやつね、やっぱミステリーのところになんかフックがあるっていうふうに考えてもいいのかな。そうですね、そのただ三瀬龍さんの作品はあんまり漫画になってもいないと思うし、映画にも多分なってないと思うので、そういう意味じゃあんまりじゃあ具体的に何かその描写としてね何かあるわけではないんですけど、やっぱ火星ってさ、三瀬龍っていう感じだし、なんで火星が三瀬龍なのかっていうのもあれだけど、なんかちょっと色合い的にもあの砂漠とかさ、こう突き刻んでる荒野とか、なんかね三瀬龍ってその中にほら銀色のなんかメタリックな、 なんか質感のあるものがスーッと入ってきて照り返しがあってみたいなね、ありますよね、感じありますよね。やっぱり60年代の SF は、うん、あの香りはプンプンしていて、でそれは前のトップの狙いにも多分その、はい、息づいているというかね、いう感じはするんですよね。プハーみたいなアフレコの話って裏、アフレコの裏話みたいなのって、うん、あの何がその時何が起こったのかみたいなのないんですか。その時何が起こったのか、いやごめんなさいそこは引っかかなくていいです、あのなんとなく言っちゃっただけなんで大変だったところ、大変っていうかもうがむしゃらっていう感じではあったんですけど、なんだろう、やっぱ必殺技を叫ぶシーンが、あ大変でしたか。すごい白熱でしたね、あの日高のり子様に、はいはいはい、のりこですね、はい、あごめんなさい、今別に呼び捨てじゃないですよ今すごい流れ的に呼び捨てっぽいですけど役名ですよ
乗り子役の日高のり子さん、日高のり子さんとお会いしたんですけれども、うん、その時にあの羞恥心を捨てろ、はい、恥ずかしさを捨てろと、そう、あのまずは恥をかけって言われたんですよ。なんかもう阿波踊りもやっちゃうくらい恥をかいてから、はいはいはい、ならもう何でもできるからって言って、はい、あ、それはでもね、分かるところもある気がする。うーん、あの、うん、演技ってあれじゃん、あの、はい、自分を捨てないとダメじゃん。そうですよね、自分を持ってたら、うん、やばい、ある意味ダメですよね。エゴじゃないんですか、捨てるっていうか、そうですよね、新しい革を着るみたいな、生まれ変わった私を見てみたいな、そういう感じ、そこまで行けよみたいな感じじゃないですか、特にこの絶叫キャラみたいなのはね。じゃないとこれ見てる方もさ盛り上がんないさ、やっぱり。あ、何聞いてねえか俺の話、もしかして。聞いてますよ。なんかこいつ適当なこと言ってんなみたいな感じじゃねえ今。違います、そんなことないです。そんなことないですか。なんか俺マシーンだけど、こうそういう一時期役者目指した時期もあったりしてさ。そうだったんですか。まあ嘘だけどさ。野々役の福井ゆかりです。このシャープ2ご覧になった皆さん、ありがとうございます。こんなダラダラしてて申し訳ないけど、はい、いかがでしたでしょうか。シャープ1ではあんなにお皿をバリバリ割ったり、冷蔵庫まで割ってしまったりと、もうボケボケなののちゃんだったわけですが、とうとうお姉さまと一緒にバスターマシン乗ってしまいました。シャープ3が次出ますけど。シャープ3ではですね、私の野望的には、ののちゃんのマシンが欲しいですね。あとはそうですね、マシン兵器くんがちっちゃいまま出てほしい。あれ怖い怖い。また3話でもマシン兵器くんとコーナーができるのか、はい、すごい楽しみなんですけど、ぜひぜひ、そんなマシン兵器くんの活躍もなんですけども、ののやお姉さまやニコラさんが今後どうなっていくのか、そんな謎ももっと解かれていったりするかもしれないんで、3話もぜひぜひ楽しみにしててください。ののでした。じゃあそんな感じで、ダイバスター TV をお送りしましたが、また次の回、次にいつになるか分かりませんが、きっとあるはずでしょう。そんなわけで、じゃあ、皆さんさようなら。ダイバスター TV、 あ、ごめんなさいね。せーの、ダイバスター TV。 え？